質疑を行います。山添拓君。日本共産党の山添拓です。厚労大臣に伺います。新型コロナの変異株が各地で確認されております。感染力が強く、子どもの感染拡大も指摘されています。市中感染に至っているという認識でしょうか。田村厚労大臣。水際対策やってるんですが、その海外の渡航歴がない、もしくは海外の渡航歴のある方と接していないにもかかわらずですね、各地域で変異株もいくつか種類ありますけれども、感染が出てきております。で、そこでクラスター等々も起こっております。そういう意味ではですね、大々的に広がっているというところまではまだいかないんでしょうけれども、各地域でそういうような状況が出てきておりますので、これは注視をしながら、見つけたものはですね、なるべく多くスクリーニングをやって、見つけたものはそこでですね、囲い込みをしていくということが重要であろうというふうに思っております。ただ一方で専門家もですね、やがてはこれ優位性があるので変異株に置き換わっていくのではないかということをおっしゃっておられますから、今のところそれをなるべく時間を取って、その間に対策をしっかり組んでいくということが非常に重要。これは病床の確保でありますとか、それからワクチンの接種でありますか、そういうことが重要になってくるというふうに考えております。山添拓君。市中感染の状況だと思うんですが、国立感染研は2月の段階ではリンクはある程度終えているとしていました。ところが3月の分析になりますと、地域によっては国内での感染が持続していると評価を変えています。で、少なくとも今リンクを終えているとは言えない状況になっていると、こういうことですね。田村厚労大臣。要するにスクリーニング、今、上げてきているんですけれども、5から10%とお願いしているのを、今度40%、まだ 40% までいっておりませんが、これを随時お願いしてですね、大きな検査機関等々にお願いをしながらやってるんですが、要するにそこで見つけたものに関しては、スクリーニングで見つけたものに関しては、それを疫学調査を積極的にやって、しっかりとグリップしていこうということはやっておりますが、ただ、各地域で今までと違うものが出ておりますから、そういう意味ではすべてがすべて終えているというわけではありません。山添拓君。いつからそういう状態になったんですか。田村厚労大臣。これはですね、1月に、東京、埼玉といろんなところが出てまいりましたけれども、もう出てくるたびに、もうそれが新しいものでありますから、初めからそういう意味では、出たときからですね、新たなものが出てきているっていうことでご理解をいただければ、それを見つけたものは、そこを囲い込んでいっているというふうにご理解をいただければありがたいというふうに思います。山添拓君。それも初めから終えてなかったとおっしゃっているのと等しいんですが、総理に伺います。変異株が国内で初めて確認されたのは昨年12月25日です。すでに感染力の強さが指摘されておりました。結果として水際対策が失敗したということをどう認識しておられますか。田村厚労大臣。これですね、イギリスが初めて発表したのが昨年の12月21日でしたね、ごろだと思います。ですから、それまでは全く情報がない中で、イギリスはもうすでに9月には広がり始めていたであろう、自国の中でとおっしゃっておられます。で、そういう意味からするとですね、一般の新型コロナウイルスが日本の中に海外から入ってくるということはあったわけでありまして、それの中において、その期間の間、入ってきている可能性もあります。そういう意味でですね、その後は急激に外国人の方々、基本的には海外からですね、もう日本に入国はお断りして、一部のビジネスの部分だけだったんですが、それもですね、緊急事態宣言とともに、我々お断りをするようにしておりますので、今は変異株の地域、なるから申し上げませんが、そういうところに関しては、3回向こうで、そして入ったとき、3日後というような形で対応しながらですね、今また新たな形でですね、要するにアプリを入れて、位置を確認してということを今、やっている最中でございますので、そういう形で対応させていただいておりますから、我々といたしましては、イギリスの発表後は、早急にですね、対応してきたというように考えております。山添拓君。総理の認識も伺いたいと思うんです。変異株の市中感染を結果として許してしまったと、このことについてどうご認識でしょうか。菅内閣総理大臣。
先ほど厚生労働大臣が答弁したとおりです。私たちも水際においてはできるだけ適切に対応してきました。山添拓君。それは不十分だったと思うんですね。変異株の検査を陽性者の 40% 程度に引き上げる、そのメドが立ったと今日答弁もありました。どうやって進めるんでしょうか。田村厚労大臣。今までは基本的に地方衛生研究所というところで検体が集まってきて、その分に関して、変異株等々に対応すると、スクリーニングをかけると。で、感染研といいますか、専門家の方々は基本的にですね、5% から 10% で、その地域の、言うなれば感染の広がりというものはある程度分かるというお話であったんですが、なんで 40% まで上げたかというと、もうなるべく早く見つけて、でそれでそれを抱え込みたいと、抑え込みたいと、その部分でということでですね、やっておるんですが、その 40% に上げるに関しては、知恵圏だけでは無理なもんでありますから、大きな検査機関、こういうところにお願いして、検体2回これ検査しなきゃいけない、検体の量がそれなりにいるんですね。ですから、そういうところに技術移転して、今、とりあえずやり出すっているところで、そこを見ると大体4割ぐらいまではまずいけるなと。ただ4割でいいとは思ってませんので、さらに医療機関なんかちっちゃい、その検査機関等々にお願いしてますので、そういうところにも技術移転できるならばしっかりやってですね、そこにもちゃんと費用を出させていただいてご協力をいただきたいと。ですから 40% まずは目指しておりますけど、それをまたクリアできたときには、並行しながらといった方がいいのかも分かりませんが、大きい検査会社だけじゃなくて他の検査会社にもできる限りお願いをしていきたいと。ただしこれ各自治体からになりますから、自治体にもそういうお願いを、そういう自治体の方からお願いしてくださいというようなこともお願いしていかなきゃならないというふうに思っております。山添拓君。東京では PCR 検査の 93% が民間検査機関で行われています。変異株検査をどう広げるかが課題だと考えます。墨田区では区内の民間検査会社と協力して、4月以降高齢者施設でのモニタリング検査や区が濃厚接触者に行う検査に合わせて変異株のスクリーニングを実施すると伺っています。で、このように中小の検査会社が独自に行う場合に国が何らかの費用の補助をする、そういう仕組みは検討されているんでしょうか。田村厚労大臣。今国立感染症研究所等々が対応して民間に委託しているようなところに関してはですね、これは国立感染症研究所の方からお金が出ますが、そうじゃない、先ほど申し上げました、多分これからですね、各自治体等々の中においていろんな委託をしておるというようなところが出てくると思います。そういうところに関しては自治体を通してという話になるんだと思いますけれども、しっかりと同じように資金を出させていただいて、その下でですね、スクリーン検査をやっていただく、その前に技術的な移転はしないといけませんし、試薬をしっかりとお持ちをいただかなきゃいけないんですが、そういうことは我々としては検討をしております。山添拓君。今指摘もあったように、試薬とそして人件費の負担が特に大きいと聞きます。いつまで続ける検査かわからないと、また財政支援がはっきりせずということであればなかなか踏み出せないと、こういう声もあります。感染を終えていない以上は中小の検査会社でも広く実施すべきようにすることができるように支援すべきだと思います。もう一度その点についてご答弁ください。田村厚労大臣。各都道府県で終えていない場合もあるんですよ。各いろんな医療機関が、それこそ行政検査もあれば民間の自費検査の部分もありますので、終えていない部分もあるから、すべてというのはなかなか難しいというのがご理解いただきたいと思うんですが、できる限り各自治体で把握できるところに関しては十分な資金、それから技術移転等々をさせていただきながら、我々としても今なるべく多くのスクリーニングをさせていただいて、見つけた上でもそこを囲い込んで、なるべくその広がるのを抑えていきたい、こういうような思いがございますので、それは我々の方からですね、しっかりと各都道府県の方にお願いをさせていただいて、そういう支援をしますからということで体制を整えていただきたいというふうに考えております。山添拓君。水際対策が不十分なもとで東京オリンピックを行ってよいのかという懸念があります。総理は1月21日の衆院本会議で、ワクチンを前提としなくても安全安心な大会を開催できるよう準備すると述べました。これはどこで決めたものですか。丸川国務大臣。各国
国でワクチンの接種状況が異なりますので、きちんと選手の皆さんに打てる国もあれば、そうでない国もあります。ですので、ワクチンの接種を前提としない安心安全な大会を行えるような水際対策というものを考えております。それはもう関係者で合意をしていることでございます。山添拓君。丸川大臣、関係者ってどなたですか。丸川国務大臣。はい、中間取りまとめを行いました対策調整会議でございます。山添拓君。調整会議ではワクチンを前提しなくても安全安心などとは述べていません。丸川大臣、オリンピックやパラリンピックの延期や中止について検討している部署はあるんですか。丸川国務大臣。オリンピックについては5者協議で議論をしておりますけれども、最終的に判断をされるのは IOC、また組織委員会 IPC、東京都ということになります。山添拓君。政府の中にはないということだと思うんですが、では3月3日と20日、今お話しあった5者協議、その内容についてご説明ください。丸川国務大臣。今月3日に開催されました5者協議においては、まず改めて安全安心な大会運営を最優先として引き続き今年の夏の東京大会の成功に向けて5者で緊密に連携していくことを確認した上で、海外からの観客の取り扱いや観客の上限について議論を行いました。まず海外からの観客の取り扱いについては、国としては水際規制の感染症対策を担い、国民の安全と安心を守るべき立場として、変異株の影響等が予測ができない中、今年の夏の入国の可否を見通すことが困難であり、慎重な判断であるということを私から申し上げました。こうしたことも踏まえて、関係者間で協議を行った結果、20日の協議において、東京大会においては、海外からの観客の受け入れを断念するということを合意したところです。観客の上限については、国内イベントの上限規制に準じることを基本として、国内外のスポーツイベントの状況等を見極めて検討を進め、4月中に基本的な方針を示すことを確認をしております。アスリート以外の大会関係者については、適切な感染症対策や多くの制約の下で厳しい生活を続けている国民の皆様の理解を得る観点から、国としては縮減が不可欠であるということを私から申し上げているところです。引き続き変異株の影響、また国内外における感染状況等を踏まえて、主催者であります IOC、IPC、東京都、組織委員会と緊密に連携をしながら、準備を進めてまいります。山添拓君。今、いろいろお話になったんですけれども、その5者会議、5者協議の議事録ってあるんでしょうか。丸川国務大臣。協議の終了後に東京都、それから組織委員会、また国からそれぞれ会見を行いまして、議事の内容を公表させていただいております。議事録については、関係者においてそれぞれ適切に対応されていると理解をしております。山添拓君。ということは、政府のものはあるんですね。丸川国務大臣。どうぞ、どうぞ、してください。はい、5者協議は、これ、組織委員会において調整された会議でございまして、詳細は組織委員会に確認をしたいと思います。答弁違うんじゃない。
したような行動を繰り返すんですが、だから時間がかかっているんですよ。丸川国務大臣。それぞれ会見を行っておりますが、議事においては主催者の関係者の間で適切に対応されているということでございました。具体的には組織委員会がこの会議を主催しておりますので、組織委員会において対応しているとのことです。山添拓君。政府も当事者として出席しています。政府は議事メモなどはあるはずです。委員長、提出を求めたいと思います。答弁できますか。五国理事会で協議をいたします。はい、山添拓君。さまざまな検討経過が極めて不透明だから伺ってるんですね。感染対策にあたって公にされておりますのは、資料もお配りしておりますが、昨年12月2日、調整会議の中間整理が最後となっています。大臣、その際に、今後の検討課題とされたのは何でしたか。丸川国務大臣。資料にお示しいただいておりますけれども、まずアスリート等にかかる検査の実施方針、また感染症対策センターと保健衛生拠点機能の具体化、陽性者の入院・宿泊療養体制の確保、陽性者発生時の競技運営の在り方、すみません、大会関係者や観客の取り扱い、観客上限、外国人観客にかかる具体的な措置、マラソン、競歩等、公道等で行われる競技における観客の感染症対策、聖火リレー、ライブサイトにおいて混雑、密集を避けるための対策、開閉会式におけるアスリート等の感染症対策、ワクチンが利用可能となった場合の対応でございます。はい、山添拓君。ほとんど決まってなかったわけですが、これは国内の感染第3波、あるいは変異株の前の段階でのものです。丸川大臣は、国内外でさまざまなスポーツ大会が開催されており、知見が積み重なっていると述べています。参照している国際大会のリストや、あるいはその知見の整理というものは政府の中でされているんでしょうか。丸川国務大臣。まず先ほどの対応について、対応が決まっていないということでございますが、かなり検討を進めてきておりまして、アスリート等にかかる検査の実施方針については、IOC の方から、ぜひ毎日やってもらいたいということでですね、今、組織委員会において、ご議論いただいているほか、政府でもこれから検討を深めようとしているところでございます。それから組織委員会の感染症対策センター、これは橋本会長の方から保健衛生拠点の機能等を合わせて選手村の方で対応するということで、すでに設置の方向で進めていただいております。また陽性者の入院宿泊療養体制の確保、また陽性発生時の競技運営のあり方については現在組織委員会でご議論いただいておりまして、検討が進んでおります。この観客の取り扱いについては、今先ほど申し上げたとおりでございます。またマラソン、競歩、公道等で行われる競技については、まさに今、聖火リレーが行われておりまして、ここでの知見をしっかりと反映していくということであります。いずれにしても、プレイブック、ご存知でしょうか。関係者がそれぞれ、その関係者のジャンルによって対応すべきルールブックというのがございますけれども、これを4月に改定をするということでございます。私どももこれに合わせて、より詳細な検討を進めてまいるところでございます。すいません、質問された内容でございますけれども、国際大会ですね、これはこれまでに行われている国際大会、全米オープン、全仏オープン、男子ハンドボールワールドカップ、女子水球五輪予選、全豪オープン等々ございますけれども、それぞれ知見がございますので、さまざまなスポーツ大会の状況、これらを踏まえて、バブルという考え方を基本的に、はい、置きながら、よりこれを強化する形で検討したいと考えております。山添拓君。そうした知見を整理したものはないというのが、政府の回答なんですね。東京都はバブル方式で大丈夫だと言っております。しかしその成功例は、国内では
体操の世界選手権ぐらいであります。選手は完全隔離で PCR 検査毎日行い、移動制限、行動制限かなりかかりました。その参加国や選手の数について承知されていますか。丸川国務大臣。恐縮です。体操の世界選手権は4カ国であったというのは分かっております。すみません、全体の数はちょっと把握しておりませんで、例えば先ほど申し上げました男子ハンドボール世界選手権、これ32カ国で、アスリートのみで600人だったと理解をしております。また全豪オープン、こちらアスリート400人、関係者合わせますと全部で1000人ということは理解しております。山添拓君。体操は30人の参加だったんですね。オリパラとは全然規模が違います。懸念されているのが医療提供体制です。トータル1万人とされます。しかし東京都は2019年コロナ前の計画でも医療関係者1万人としていたのではありませんか。丸川国務大臣。はい、立候補ファイルにあります内容については組織委員会ができる前の内容でございまして、これは都として大会期間中に入院が必要なアスリートや大会関係者を受け入れる上で試算をされたものと理解をしております。現在はですね、組織委員会において精査を行っているところでございますが、先ほどご指摘いただいたトータルで開催期間2ヶ月を通じて1万人というのは、医師・歯科医師がおよそ3割、看護師の方がおよそ4割、理学療法士の方がおよそ1割程度、さらに検査技師等の検体採取者がおよそ1割弱ということを伺っておりまして、これらはですね、まず組織委員会の方で、競技会場等周辺の大学病院等と調整を進めていただいている状況でございます。現在都内およそ10カ所都外でおよそ20カ所程度の確保を念頭にしていると伺っております。地域の医療体制に支障を生じないようにすることが何よりも重要でありますので、政府としても必要に応じて専門的知見に基づく助言を行うとともに、引き続き東京都組織委員会とも調整を進めてまいりたいと思います。山添拓君。熱中症などの対応でそもそも1万人と言ってたんですよ。いかなる精査を行ったんですか。丸川国務大臣。東京都組織委員会がまず精査をしていただくべきものと考えておりますけれども、私たちもその精査をしっかりと中身を拝見したいと思っております。精査した結果だとおっしゃった。山添拓君。別の点を伺います。組織委員会は大会指定病院を指定します。これはどんな役割を担う病院ですか。丸川国務大臣。はい、組織委員会が競技会場等の周辺の大学病院と調整を進めていると先ほど触れたあれが大会指定病院でございますが、これはアスリート等に対し選手村の総合診療所やあるいは競技会場の医務室の機能を超える治療が必要な場合などはこの大会指定病院に搬送する仕組みとなっております。山添拓君。怪我をしたり救急の場合ということでコロナ対策とは別なんですね。資料をご覧ください。東京都の立候補ファイルでは東京会場10病院うち3つが都立病院です。しかし例えば広尾病院は今コロナ専門で新規の外来を止めています。妊婦にも転院を求めています。7月には突然オリンピック病院になるんですか。丸川国務大臣。
はい、これセキュリティ上の理由からですね、個別の病院そこに書いてあるのはあくまで立候補ファイルの時点でございまして、今組織委員会がお決めになる話なんですね。立候補ファイルは東京都が作るんですが、組織委員会が今決めるんです。で、構造上これ組織委員会と東京都と IOC、IPC でご議論されるものでして、私どもあくまでそれをサポートさせていただく立場であります。で、これ東京都の下でですね、まあ、組織委員会がやってるわけですけれども、組織委員会がこれはセキュリティ上の理由から明らかにしたくないということで、公表を行わないというふうにおってらっしゃるので、私ども大変恐縮ですが、立候補ファイルに書かれたものがそのままになっているかどうかということは承知をしておりません。山添拓君。外国語による診療の提供が可能だとかも含めてですね、結構要件は厳しいので、そんなにたくさん候補があるわけじゃないんです。コロナ対策でも先頭に立っている病院が並んでおります。厚労大臣、これでいいんでしょうか。田村厚労大臣。コロナ対策はコロナ対策としてやっていただくことになろうと思いますし、オリンピックの対応はオリンピックの対応でということになろうと思います。いずれにしても都がやっていただいているので、これは申し訳ないんですけれども、都の下でですね、お考えをいただくという話になろうと思います。いや、都は明らかに。山添拓君。今どなたもまともにお答えにならない。医療提供体制の逼迫を理由に緊急事態宣言が発せられておりました。変異株を含むリバウンドで感染拡大が懸念されています。総理、五輪は開催ありきではない検討が必要ではないでしょうか。菅内閣総理大臣。安全安心な大会とするために、新型コロナ対策をはじめ医療体制の確保というのは極めて重要だと思っています。その際に大会の運営主体である大会組織委員会が開催都市である東京都などと協力しながら、医療従事者、大会指定病院の確保など、必要な体制を整備することになり、国としては必要に応じて、助言などをしっかり行っていきたいというふうに思っています。山添拓君。あくまで開催ありきですよ。多くの点が決まらないまま、しかも検討状況はオープンにされない、ジェンダー感覚を著しく欠く責任者も続出しました。このまま突き進むのは、あまりにも無謀だということを指摘させていただきたいと思います。続いて、文科省でも浮上した接待疑惑について伺います。亀岡復興副大臣、文科副大臣だった2019年11月26日、法栄学園の清水理事長、宮崎県副知事と会食した事実はありますか。亀岡復興副大臣。日にちはちょっと定かではありませんが、今確認をしているところでありますので、はい。しっかり今確認しているところであります。山添拓君。日にちはともかく、その頃会食した事実はあるんですか。亀岡復興副大臣。記憶では会食したと思います。山添拓君。副大臣は新聞赤旗の取材に割り勘とか言ったりして、私が半分は出して、いつも交代交代で昔からやっている中ですからと答えています。で、この時は割り勘でしょうか。亀岡復興副大臣。私どもいつもですね、必ず出席した分は最後に確認をして現金で私の方で支払いしています。この時も支払いました。山添拓君。本日付の新聞赤旗では、清水氏が上野の料亭、印象亭、亀岡市、宮崎県副知事との懇談、8万4000円を交際費等として経費申請し、学園が支出したことが記録に基づいて確認されています。支払ってもらったんじゃありませんか。亀岡復興副大臣。私ども必ずですね、現金で支払いしております。で、たまたまですね、その日は、私が知らないうちに払われてしまったということで、最後に確認をした上で、ちゃんと私の分はお支払いさせていただきました。では挙手して質
問をしてください。山添拓君。いくら払ったんですか。亀岡復興副大臣。今ここで金額はちょっと覚えておりませんので、素直なことは言えません。山添拓君。確認していただきたいと思います。文科省に伺います。私立高校産業教育施設整備費補助金についてご説明ください。文科省滝本初等中等教育局長。すみません、お答え申し上げます。私立高等学校におきまして、産業学科を設置しております高校に対しまして、産業教育振興法に基づきまして、国が職業教育を行う私立高校に対して施設の3分の1の補助を行うものでございます。山添拓君。2019年度の予算額、申請件数、執行状況をご説明ください。滝本初等中等教育局長。お答え申し上げます。2019年度の予算額につきましては、4,121万1,000円が予算額となっております。また申請件数については1件でございます。山添拓君。どこが申請したんですか。滝本初等中等教育局長。いいよ。お答え申し上げます。申請をされたのは学校法人法栄学園ですが、この年につきましては公募を2度行いました。1度目どこも手は上がりませんでした。2度目もですね、当初の締め切りの時点では手が上がっておりません。で、この補助金については私立高校において、産業教育をやっている学校というのは全体の中では非常に少ない中で、重要な補助金ではございますけれども、年によりまして1件であったり2件であったり、多い年でも5件と、この3年間でいうと4件しか手が上がっておらない、そういう類の補助金でございます。山添拓君。法栄学園への補助金はいつ誰が申請し、いつ決定されたんでしょうか。交付額と合わせてご説明ください。滝本初等中等教育局長。すみません。法栄学園からの、申請でございますけれども、法栄学園から県を経由いたしまして、申請が上がってきておりますが、すみません。12月のですね、令和元年の12月の27日に所轄庁であります宮崎県からございました。で、翌年の2月5日に補助金の交付の決定をさせていただいております。すみません、答弁もどうぞ。すみません、答弁漏れでございましたので申し訳ございません。交付決定額は2,421万3,000円でございました。以上です。山添拓君。ちょうど副大臣や副知事との会食の直後に申請されたということになります。副大臣は会食の当時、この補助金の制度についてご存知でしたか。亀岡復興副大臣。私は全く知っておりません。そして副大臣は私どもの旧知の中でありまして、国交省から言ってたまに行くことがあったから、たまたま私の方でちょっとお誘いがあったということであります。山添拓君。
文科副大臣の当時ですけれども、制度については全くご存じなかったということですか。亀岡復興副大臣。どこがどういう申請をしているか全く分かりませんでした。制度もそんな詳しくは知りませんでした。山添拓君。詳しくは知らなかったけれども、知っていた部分もあったというお答えになろうかと思います。県が申請する補助金です。会食には学園と県が同席していました。ここで申請するよう指南したのではないかと疑われても仕方がないんじゃありませんか。亀岡復興副大臣。学校側からですね、呼び出しがあったわけではありませんので、私が宮中の中だからお誘いしてあげてやって、そういう話は全く出ませんでした。山添拓君。それはにわかに信じがたいことなんですね。私立の高校には私学助成金が交付されます。2018年4月にはこの学校教育課程特例校に指定されてもおりました。しかも補助金申請の直前です。大臣規範に抵触する教養接待であった、その可能性は否定できないんじゃありませんか。亀岡復興副大臣。私どもも宮中の中でありまして、まさにいろいろですね、運動部の教区からいろいろ相談を受けておりましたので、そういうところには相談に応じましたけれども、一切そういうことに私は出ませんでした。山添拓君。旧知の中であればどんな立場にあるときでも何の疑いも持たれない、そういうお考えだということなんですか。亀岡復興副大臣。私どもですね、しっかりとその辺もですね、存じ上げておりますので、支払いも現金で支払いましたし、一切問題のないという形でお会いさせていただきました。山添拓君。支払いを自分で負担したということをお話になりました。その内容について証拠に基づいて、この場で説明をするように、委員会に対して報告するように復興大臣に求めたいと思います。いかがですか。亀岡復興副大臣。現金で支払っておりますので、どこまで確認できるかしっかりとさせていただきたいと思います。山添拓君。学園側には記録があるようですので、それはぜひ確認をしていただきたいと思うんです。県を含めた贈収賄の可能性すら否定できない問題です。総理、これは解明が必要ではありませんか。菅内閣総理大臣。文科大臣の下で、そこは適切に対応するだろうと思います。山添拓君。利益誘導の有無、また藤原次官の倫理規定違反の有無を含めて究明すべきだということを指摘させていただきたいと思います。最後に河合克行元法務大臣の選挙買収問題について伺います。昨日議員辞職願を提出されました。それまでの無罪主張を一転させて、買収罪という事実は争わないと述べるに至ったものです。自民党の二階幹事長は党としても他山の石として対応するなどと述べました。総理も同じ認識ですか。菅内閣総理大臣。法務大臣の経験者についての刑事裁判が行われていることは残念であり、また国民の政治不信を招いたという批判があることは重く受け止めております。いずれにしろ政治家はその責任を自覚し、国民に疑念を持たれないよう常に襟を正していかなければならないというふうに考えて、おります。いずれにしろ大変重く受けて、大変重く受け止めております。山添拓君。他山の石ではなく自民党の山だと思うんですが、総理は昨年6月の記者会見で党として対応すると述べております。自民党が提供した1億5000万円が使われたとの証言があります。買収原資について党として
明らかになさいますね。菅内閣総理大臣。この場で、正確なお尋ねでありますが、自民党総裁として、あえて申し上げれば、ご指摘の資金の使途の詳細については、現在、検察当局に押収されている関係書類が返還され次第、党の公認会計士が内見に照らして監査を行って、しっかりとチェックをすることになっております。山添拓君。ちょっとよくわからないんですが、なぜ押収されたままになっているんですか、その記録は。菅内閣総理大臣。裁判中だからだと思います。山添拓君。関係書類というのは、押収した証拠も含めて、裁判で証拠提出されているなら、河合氏の側で写しを入手しているはずです。証拠になっていないのであれば、公判中であっても還付請求ができます。速やかに書類を確認するべきではありませんか。菅内閣総理大臣。今、裁判中でありますから、裁判の中でやり取りに関する事柄について、私は答弁する、現在、行政の長でもありますので、私から何か申し上げるべきことは控えるべきだというふうに思います。山添拓君。党として対応するとおっしゃってるわけですから、公判中でも可能なんですよ、証拠を求めることは。その上でその証拠を分析する、これ、今でも可能なんですよ、河合氏に対して求めると、それはお約束いただけないでしょうか。菅内閣総理大臣。これ、現在行っている裁判のことでありますから、そのことについて、行政の長として何か申し上げることは、私は控えるべきだというふうに思います。そして、先ほど私はせっかくの議員のお尋ねなので、自民党総裁として、その秘書の詳細については、先ほど答弁したように申し上げたところであります。いずれにしろ、党の公認関係者内規に照らし、監査を行い、しっかりチェックすることになっております。山添拓君。自民党総裁として明らかにするべきだと申し上げているわけです。1億5000万円のうち1億2000万円は政党助成金ではないかと、資金提供した自民党にも重大な疑惑が生じております。4月の再選挙までに買収原資を明らかにするべきです。そうでなければ公正な選挙への国民の信頼は回復できないということを申し上げて、私の質問を終わります。以上で山添拓君の質疑は終了いたしました。これにて質疑通告者の発言はすべて終了いたしました。以上をもちまして、令和3年度総予算3案に対する質疑は終局したものと認めます。それではこれより討論に入ります。討論の通告がありますので、これを許します。なお、発言者は賛否を明らかにしてお述べ願います。石川